バルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマリアム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。こんなところに穴が。これは水？いや、油だ。ルシタニアの奴ら、俺たちを火攻めにする気だぞ。再開しましょう。負けはせぬぞ。
クバート家アルスラン殿下をお見かけしませんでしたか。王子、知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めはせんぞ。障害物を取り除くほかはなさそうですね。突然の部隊を確保し突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ。バフリーズ貴様、我が夫人としての恥を知らぬとは思うてか。あなたのために今日の果汁お忍びください。それに王妃様のおられる王と敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。お前などに負けはせぬぞ。ダリュン様、いらっしゃいませ。おかげで助かりました。これだけの兵が障害物を取り除く。怪物の排除完了しました。ようやく先に進軍できるな。殿下はご無事だろうか。おい、大丈夫か。ダリュン、ケルスラー殿下か。殿下、おい、殿下はどこにおられる。はぐれてしまったのですが。ルシタニア軍が近くにいます。早く殿下を。いらっしゃいませ。これでしまいだ。私は確かシャプール殿の元にいた。マルズバーンのうち、ナムルキュルフ殿とハイデ殿はすでに戦死なさいました。シャプール殿は、シャプール殿までもやられたというのか。王が退却の命を伝えずお逃げになったので、全軍の士気が下が、しっかりしろ、しっかり。よく戦った。